しんでいただけましたか。よかったです、私たちも本当に皆さんと触れ合う機会、そして一体感というものを感じました。素晴らしい、機会だと思います。本当にありがとうございました。そして、これでまた昨日の終わり合わせや選手しっかり出してくれたと思うんで、明後日から厳しいトレーニングに、励んでくれると思います。皆さんに支えられて、我々は一体感というものがすごく大事だということを今日も認識し、明後日からの練習しっかり取り組んでいきたいと思います。選手は徐々にではありますが、周りのチームと違いを見せてくれるようになってきました。そして、選手一人一人の望みもかなり高いものになってきました。ですけども、まだまだ皆さんの期待と同様高いところには行ってないと思います。そこにしっかり一致するようにしっかり後半戦戦っていきたいと思います。これからも我々一体となってしっかり戦っていきましょう。応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。力強いお言葉ありがとうございました。風間監督でした。それでは最後になります。選手を代表して佐藤久人キャプテンより皆様に本日の御礼を述べさせていただきたいと思います。それでは佐藤キャプテンお願いします。グランパスを愛するたくさんのファン、サポーターの皆さん、今日はラブグランパスフェスタ2017にお越しいただきありがとうございました。秋にはここにいる皆さんと J1 復帰の喜びを共に分かち合いたいと思います。これから厳しい戦いが続くと思いますが、引き続き一緒に戦っていきましょう。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。佐藤久人選手の言葉で、締めとさせていただきたいと思います。以上をもちまして名古屋グランパスファン感謝デーラブグランパスフェスタ2017、終了とさせていただきます。